はい、どうもこんにちは、たかしです。はい、今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日やってきましたワンピースニュースでございます。はい、はい、まずですね、今週僕が気になった情報こちらでございます。バン。はい、ちょっとね、ちょっとお知らせしたいこといっぱいあるんで、ちょっと細かくなっちゃってるかもしれないんですけど、まずはですよ、12月27日の土曜日に新刊76巻が発売です。んでやっとだ、やばいねこれ。一応ね、ネットとかだと、あのもうね、すでに表紙が一応出てます。はい、あとこちらフィギュア、新しいフィギュア、もうこれね、実はすっげえ俺気になってました。なのにね、あの今までずっと言わされてたんですけど、こちらキングオブアーティストザ・モンキー・ディ・ルフィ、これやばいよマジで。あのなんか世界の新聞、ニューヨークとかの新聞をジャックしたルフィのあのポーズなんだけど、これマジでやばい。でね、大きさが18センチぐらいらしいから、結構それなりに大きいのかな。多分 MSP ぐらいの大きさかもしれないんですけど、これマジで欲しい。意外とね、このポーズのかっこいいルフィって多分なかったんですよ、今までフィギュアで。で、一応12月の26日から、あの、ゲーセンでね、出回るらしいです。楽しみ。はい、で、あと今月末、年末ですね、12月の27日に、ワンピース一番くじ、コロシアム決戦編、開始です。はい。これやばい。一等、謎の男フィギュア。そして2頭、夏の男フィギュア、うん、そして3頭、コアラフィギュア、やばいこれマジでやばい、俺結構引いちゃうかもしれない。でも1月にもね、熱き絆編の一番くじあるので、ちょっとどんぐらい引くか悩むけどね、まあ、一応それなりに引くと思います僕は。はい、で僕はちょっとね、プレス3とか持ってないんですけど、海賊無双の3が来年の3月26日、2015年3月26日に発売されるらしいです。ちょっとやってみたいんだけどね、僕持ってないしプレステ、うん、はい、そんな感じで今週のニュースでございました。はい、そしてここからはですね、ワンピース第770話のネタバレがございます。このジャンプの内容ですね、バーンと2015年の3号、こちらの内容がこれからありますので、ネタバレがあります、ご注意ください。はい、それじゃあ早速いきましょう、今週のワンピースの考察でございます。ちょっとね、今週実は僕めっちゃ熱いと思いました。まずね、0ページこの扉絵ですね、770話エルバフの槍、いやもうこれちょっと後で言います、マジで熱いよ今週も。でまず扉絵ね、ジンベイの海峡一人旅ボリューム17の発見、大量のお供え物、これね結構いろんなとこ出てたよね、海神五宝禅で、これがちょっといろいろ調べたんですけど、まずこの46巻のゴーストアイランドの冒険に出てくるんで、最初にこの同じ樽、海鮮五宝禅の樽をルフィたちが拾ってからスリラーバーグに招待されちゃったわけよ。でその樽なんだよね。でその樽をなんか知んないでかいやつがこうやってるじゃん、いろいろ。でこれが俺の予想だと、あいつなんだっけ、和田摘みなのか、それか、あとこの50巻の最後でスリラーバーグを出るとき、749話8人目の後半の方でスリラーバーグを出るときに、スリラーバーグの霧の中にあのこの光った目が出てんのよ、でっかいやつのキラムゴゴゴゴゴみたいな。普通は分かる人分かるかな、俺これ何なんだろうってずっと気になってて、もしかしたらそれなんじゃないかっていう勝手な予想です外れたらごめん。はい、じゃあ本編いきます。まずね、これ先週僕が予想したあの予想大外れだっすでもね、これはでもね、やっぱりジンときたね、ここ。まあベラビーの覚悟をルフィはないがしろにしないというか、ちゃんと食らうというかね、ここはすごいいろんな心境があったと思うけど、やっぱルフィはすごいね、やっぱ買わなかったね喧嘩はね。ルフィはそのベラビーの信念を折るべきじゃないから、今だから別に買う必要ないし。で昔もそうだったよね、ベラビーの攻撃をさ、そんな別にもう酒かけようが何されようがもう何もしなかったじゃん。まあ前とはちょっと状況が違うけど、でもベラビーの喧嘩は買わなかったね今回も。だからそれでまだ買わなかったから、その2ページ目で俺の覚悟まだ安いと思ってんならなって、まだに点々がついてんだよね。だからベラミー、俺はベラミー自身は俺が変わったぞって言ってんだけど、まあ、ルフィはやっぱ喧嘩を買わなかった。でちょっと気づいたのはベラミーもやっぱハッキー使えるね。まあ、続いてパッパーっていきまして、5ページ目6ページ目のあのこれ4タマリア大船団のオーロンブス、これ絶対さ3タマリア大船団のコロンブスじゃん、昔の多分それをモチーフにしてるんだろうけど。でこの人の技、俺提督ハグっていう、提督ハグっていう超脱線技しかないと思ったら、提督の威厳セイレーっつっていう、よくわかんないこれ能力なのか何なのかよくわかんないんだけど、ボーリングしてるし、キラーボーリングとか言って。でも結構この人もいい人だなって思ったのが、この6ページ目の我はオーロンブス、ここが海の上ならば我が4タマリア大船団を率いて火星してるところ、人手不足で悪い、あの石の化け物を頼むっていう、なんかそのサポートに回ってるか、人手不足で悪いってこの状況で謝れるって、やっぱ結構それなりに器もでかいんじゃないかなって僕は思いました。で7ページ目ここ笑っちゃったピーかね、笑い方ピッキャピッキャピッキャララララってどういう笑い方で、ピッカピッカピカララララってことかな超怖い、気になるなマジで。これ能力の正体何なんだろうねピーカね。で要は多分石の中を自在に行ってて、そのピーカ自身を切らないと攻撃したことはなんないんだろうね。ででも石は自在に操れるっていう、結構厄介だね。これゾロどうやって倒すんだろう。でこの8ページ目の下、へえでけえのはいいな、ぶった切るときさぞ快感だろうっていうのが、もしかしたら俺技の伏線なんじゃないかって思ってて、結構だから何もう全体をぶった切るみたいな、これ石自体をみたいな技だったらちょっといいなって勝手に思ってます外れたらごめん
で10ページ目ね、あのベビーファイブすごい間抜けな女の子でなんか憎めないよねそんなに強く求めてくれるなら私は立場なんて気にしない、私のこと必要なんでしょ、もううるうるしながら言うっていうね、もう心が綺麗すぎるなんでドフラミンゴの部下にいるのか俺はすごい不思議的しょうがないそして今回熱かったのは本当にハイルディン超熱いと思った、あの巨人の選手ね、エルバフの選手、エルバフ出身って時点で僕はあの殺し屋の時におーってなったんですけど、これねやっぱねエルバフの選手は裏切らないと思いました。でこれマッハバイスがこれ攻撃しようとするじゃん、地獄のマントンバイスっつって、で多分マッハバイス俺の予想だと多分トントンの実だろうね、ミスバレンタインがキロキロだけどこれマッハバイスはトントンっていう、もう明らかにその上みたいな感じがするスーパーウェット人間だから、でそれで地獄のマントンバイスっつってもうハイルディン落ちていくわけよ、ドーって、でそこでこの技グングニル、俺これがね超熱いと思った。なんでかっていうと、グングニルってあの神話に出てくる確か槍なのよ、でなんか絶対に射抜けるみたいな、狙った獲物は絶対に射抜けるっていう伝説の槍みたいな、でその名前がついてて、でこの槍がすごい。なぜかっていうと、これ要は必殺技じゃん、必殺技もう絶対に射抜くっていう必殺技で、この必殺技に槍を使う、エルバフの選手の必殺技に槍を使うっていうのが僕熱いと思ったのが、これ15巻これまっすぐにこの2人覚えてますか、巨人のドリーとブロギーの必殺技何だったか、破国、この2人が使った技、ルフィたちをリトルガーデンから出す時に島食いっていうでかいキングがいて、そいつらを倒した技があるんですけど、でその技がその2人して、我らに突き通せる者は血に染まる蛇のみよ、エルバフに伝わる巨人族最強の槍を見よって言ってんの。でその後ハコクーってドカーンってもう貫いてんのよ敵を、その貫いたのが槍、要は必殺技なのね、エルバフの選手の技の必殺技、この二人要は師匠ですよ多分ハイルディンの師匠で、この二人は槍なの必殺技が、でハイルディンの必殺技もグングニル英雄の槍、もうエルバフの選手の必殺技を貫くという槍、もうその誇りを貫くというその精神から来てる技なのかなでここやっぱ小田先生はすごいと思った、そのすごい誇りを持ってるじゃんこのハイルディン。11ページ目の下で、みっともねえな、死ぬ気で臨んだ恩返しならしくじった今生きてるはずがねえ、俺の感謝はこんなものかって、自分を奮い立たせる誇りで、12ページ目の一番左下、喰らえこの命をからのグングネルやっぱ誇りを持って戦ってる姿がすげえかっこいいと思った。で普通に多分これあのマッハバイスにやられてもうずっと倒れてんじゃん、で普通だったらあもう痛いの嫌だしもういいや、もう倒れてればいいやみたいな、誰かがこれドラミンゴ倒してくれるだろうっていうんじゃなくて、俺はなんで死ぬ気で臨んだ恩返しなのに今生きてんだ、生きてるからにはこの命をかけるしかねえ、暗いこの命をぐんぐれるってもうやばいやばいな。でやっぱその貫ける、必ず貫く、ぐんぐにるっていう名前の通り貫いてはドカーンとおいで最後のゾロのセリフね、ゆっくり寝てろ、目覚ましたらカゴは消えてる、かっこいいかっこいい、もうこのセリフも要はルフィを信頼してんだよね、ルフィがドフラミンゴをやっつけるからカゴは消えるともうね、もうやっぱ熱いね、めっちゃ熱い。はい、そんな感じでワンピースニュース考察とニュースでございました。はい、今日もねまあバラバラと喋っちゃいましたけれども、まあ少しでもね皆さん参考にしていただいて、学校でねあれらしいよ、グングリンの槍あれってマジエルバフの選手の誇りらしいよみたいな自慢してくださいはい、じゃあ今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、またいろんな動画上げてきますのでまた見てください。はい、それじゃあ高橋でした、明日も頑張っていきましょうぜ、バイバーイ、グングリルバイバイ。